今日は、リバイバルブームというんでしょうかね。今も大人気の香港についての話です。はい。えー、香港への足、ね、交通なんですけれども、直行便は日本各地から飛んでいるんですが、あの、首都圏の場合はですね、羽田空港と成田空港から、たいそうですね、片道4、5時間のフライトということで、はい、時間的にも結構お手軽なね、ねえー、位置にあるんじゃないかなと思いますけれども、JAL、ええ、や全日空はもちろんのこと、キャセイパシック、うん、まあこれが、えー、香港のですね、航空会社ですけれども、はい えー、アシアナ航空、あるいはですね、何社ものですね、LCC、<ー>格安航空会社も、香港に、えー、飛んでるということで、<ー>えー、行きやすい場所の一つではないかなと思うんですけどね。そうですよね。距離、えー、も程よい感じで、もう食べ物美味しいですし、えー、お買い物も楽しいですし、あと、観光スポットがいろいろあるって、香港映画好きなので、<あ> <laughs> 見てはいるんですけど、行 <laughs> <見て S 2> ったことがまだなかったんですよね。非常にいいですね、こうなんでしょうね、あの、歴史的にもですね、えー、古き良きアジアみたいなね、中国みたいな みたいなえー、そういうです、ね、部分も残ってますしで、ね、意外と公園も多いんですよあの自然豊かなあの香港というと、なんかゴミゴミしたっていう、ね<ー>えー、感じがあるかもしれませんけれども、えーまあ、あのそういった公園も良くてです、ね、そんなところを散策するのもいいのかなと思いますね。えー、で加えてです、ねあの、どうなんでしょう、中国返還後、そして中国経済の成長ということを受けてです、ねあの、どんどんです、ね、あの香港のほうもです、ねえー、発展しているというか、 成長していて、特に中国とのですねアクセスが非常にこう便利になってきていてですね、えー、あの高速鉄道が今開通しておりましてね、えー、香港と深圳ね、別、えー、甲州までをですね、なんと片道47分で<ー>、えー、結ぶという状況になってますし、でつい最近ですね、あのー、香港とマカオを結ぶ、えー、橋というのが開通しましてね、えーえー、簡単に中国本土から香港経由してマカオに行けるということで。えー えーまああのー、マカオブームっってていいいうののもねキンキンやってくるんじゃないのかなかと思います、ねえー、で、中国のですね、香港観光発展局というところがあるんですが、はい、そこの発表によりますとね、2018年は6月末時点で、えー、3060万人の、えー、方々が、えー、香港を訪れていて、前年同期に比べてみますとね、10%以上の増加。 いうことで、そのうちまあ、やっぱり中国本土からの人は多いですね。うん、えー、2367万人で13.4%の大幅増ということになってるわけなんですね。 本日観光客の数が3000万人超えたところですので、やはり全然こう人数違いますね。ええ。あの、だって狭いじゃないですか。あそこにですね、3000万人を超える、えー、観光客が訪れているということで、そういった点で言うとですね、えー、2016年の世界観光都市トップ10第1位に、うん 輝いているんですね<ー>、えー。で、第2位がバンコク、えー、そして3位がロンドン、うん、4位シンガポール、えー、このベスト10には実は、えー、日本は入ってません。本当だ、ない、えー。で、いうことから考えてもですね、えー、観光都市としても、えー、世界的にやっぱり香港っていうのはね、注目を浴びてるんだろうなと思いますね。 これ、あの、ものすごい勢いで、しかもその、あの、訪れる方が増えているというのは、ええ、あの、何か秘訣があったんでしょうかね。あの、やっぱりですね、えー、観光シーズンが、えー、一年中通じてということもあるんだろうと思いますね。はい。えー、亜熱帯飛行に属していて、あの、冬なんかも結構暖かいんですよ。へえ<ー>。あの、まあ、半袖でも大丈夫というね、1>, <laughs> 1月2月でもという状況なんですね。過ごしやすいんですね。過ごしやすい。そしてもう一つはですね、美食の国、うんうん、ね、えー、地域とい <laughs> とにかく食べ物が中国料理に限らずですね、うん、世界各国のありとあらゆるものがありますよ。ね、石田さんもいろんなもの召し上がってるんでしょうね。あの、私のお勧めというのが、えー、あの、チャーチャン店ンというですね、えー、まあ、中国版のどうなんでしょうね、リーズナブルなファミリーレストランと言ったらいいんですかね。はい、あのー、そこに行きますとね、えー、それこそ香港式の、えー、ミルクティーから、うん、それだけでもいいんですよ、えーえー。それからちょっとした軽食、えー、パンだとか、あるいはラーメンの類であると とかあるいはしっかり食事をしたければですねチャーハンだとかその肉料理みたいなねもういろんなものが置かれていてその中でもですねおすすめっていうのはあるんですよメロンパンただのメロンパンではなくて結構分厚いバターがドカッとね挟み込んであるこってりしたように感じますけどね意外とあっさりとした食べ物でしてねそれとかまあもともとはマカオが発祥と言われてるんですがエッグタルトあ これも結構美味しいでですすよこれはももう女子大好きのねしかもですねそういった食べ物だけじゃなくて古き良き香港の、ね、雰囲気を残した古いタイプのですね建物もチャーチャン店に多いんでんインスタ映えするんですよ。あそれか食べなくてもその前でちょっと写真撮れば、えーえー、ちょっとおしゃれなんじゃないかなと思いますけどね。えーえー こう人も入っていきやすいところですし中国とはやはりもともと文化ですとかそういったこう受け入れる感じというか全然違うところなんでしょうねきっとね,そうですねあの。ですからそういった点でいうとどうなんでしょうねあの中国とは、えー、ちょっと若干ねあの違って、うん、やっぱりそのイギリス領っていうこともあってどうなんでしょうインターナショナルみたいなね、うん、えだからアジアでもなければヨーロッパでもないっていうねそういう一種独特なその地域だったんではないかな とでそういうような自由な、えー、雰囲気がです、ね、香港の成長を、えー、支えていたんではないかなと、えー、思いますけどね、ただ、その一方で、あのー、どうなんでしょう、中国へ返還されて、で中国もです、ね、やっぱりこの資本、あるいは技術、あるいは企業の受け入れ窓口として、香港を徹底的に活用したんですよ。でところがです、ね、その金融の中心地というのは、例えば中国国内では上海だとか、深センだとか、そういったところにね、えー、ど,んどんどんどん移ってきていて、えー 香港の役割がもう OS あるんですね<ー>中国にとっても香港のメリットというのは失われつつあ えー、当初はですね、そのメリットを享受するために、一国二制度というのが認められたんですが、もうその一国二制度をはっきり申し上げて、形外化している、ね、形だけのものというふうに言えるんだろうと思いますね。えー、これからおそらくですね、中国は本格的に香港をですね、えー、改修しに入ってくるんじゃないかなと、えーえー、もう中国化がどんどんどん進んでいくんではないかなと、えー、思いますね。ですから、香港へ行くんだったらね、今のうちですよ。えー、そうですか。えー、その独特の文化っていうのをね、あの消さないでほしいなと思いますよね。えー ただ、どうなんでしょうね。香港の人たちも、やっぱりさ、かつての、先ほど申し上げたようにね、えー、自由な香港というね、えー、ところを謳歌していましたから、やっぱりその中国が、えー、中国化を進めるということに対して、やっぱり激しい抵抗があって、かつては雨傘デモなんていうのがありましたよね。はいえー、で、そういった、えー、香港に住んでる人たち、香港の住民とですね、えー、中国共産とあるいは中国政府とのぶつかり合いというのもね、えー、今後起こってくるんではないかなと思いますけどね。えー thank <laughs> you